西大ジロクロウムはオウムメインコカに分類される鳥類。オーストラリア固有種内陸部で繁殖し、非繁殖期は海岸部へ移動する。全長55から60センチメートル。オハは長い。全身は脳褐色の羽毛で覆われ、明褐色の横縞が生える。頭部には黒く短い冠がある。目の周囲には羽毛がなく皮膚が露出し、頬に白い斑紋が生える。 お歯には2本の白い帯模様が入る。光彩は暗褐色。講子の色彩は肺褐色。オスは目の周囲の露出した皮膚がピンクで、くちばしの色彩は暗灰色。メスは目の周囲の露出した皮膚が暗褐色で、頬の白い斑紋が大型。くちばしの色彩は肺がかったピンク。乾燥林に生息する。 ペアとその幼鳥からなる群れを形成して生活し、家族群が集合し20ン以下の群れを形成することもある。渡りは行わないが、食物を求めて一定地域内を移動する。食生は植物食傾向の強い雑食で、主に種子を食べるが、花や昆虫類なども食べる。松傘は殻を剥がし種子の実を食べる。繁殖形態は卵生。 7から11月に軌道に木屑を敷いた巣を作り、1回に1から2個の卵を産む。メスのみが放卵し、放卵期間は28から29日。メスのみが育数を行い、オスはメスに食物を運ぶ。ヒナが孵化してから4から5週間経つと、メスもヒナに食物を運び与える。ヒナは孵化してから10から11週間で巣立つ。生後5年で生成熟する。 開発や人為的に移入されたアナウサギやヤギによる生息地の破壊などにより生息数は減少している。また繁殖地が農耕地の中に点在している状態で食物を探すのに時間がかかるため繁殖の成功率も激減している。1977年における生息数は9000から37000羽と推定されている。ありがとうございます。